値段は疑え。はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。愛子たパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。やっと届きました。本日はですね、早速本題入りますけども、イヤーファンから出ました、最新のフラッグシップ機、イヤーファンの、フリープロ3、こちらのレビューをさせていただきたいと思っております。当日に届いてよかった、すごいなと思っております。今日はね、皆さんと一緒にね、しっかりこいつの性能をね、確かめてみたいと思います。丸裸にしていきましょうということなので、本日もですね、動画の方ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。あとね、今日の情報が少しでも役に立ったよ、参考になったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価をいただけるだけで私の動画作成モチベーションバキッと上がるんで、その辺も合わせて今後のためによろしくお願いいたします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずは開封レビューからいきましょうかね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではイヤホンを見ていきたいと思います。本日ご紹介させていただく、完全ワイヤレスイヤホンはイヤーファンから出ました新しいフラッグシップモデル、スナップドラゴンサウンドに対応したイヤーファンのフリープロ3、ハイレゾ対応となっております。ワイヤレスでもハイレゾを堪能することができるというフラッグシップモデルがやってきました。パッケージはね、結構、多分ね、物も小さいんだと思うんですよ。だいぶ小ぶりでやってきたので、こんな感じですね。細長い感じなんで、すーごいテッカテカ。それじゃあね、早速、開封レビューやっていきたいと思います。それでは、一旦置いて。気持ちを落ち着かせて、はい、それでは行きます。はい、それで開けていきます。それよいしょ、おー、開きましたね。はい、蓋を開けるとこのような形になっています。でもうこっちはいいとして、はい、こちらですね、本体と、これがペーパー類か、あ、本体いましたね。あ、やっぱ小さいですね。後でゆっくり見ましょう。これはそうしたら、まずは導光物の確認からやっていきたいと思います。それでは準備するのでね、ちょっとお待ちください。はい、導光物の確認をやっていきたいと思います。まず一番左上、こちらですね、こちら取扱説明書となっております。そしてこちらがイヤーファンのスローガンですね、 Better Sounds Better Life という目指しているところを記した、紙が入っておりました。そしてこちら充電用に使う Type A to Type C の USB ケーブルとなっております。そしたら左下ですね、こちらに日本語で、説明があるんですけども、イヤホンのフィルターですとかイヤーチップの、またフィルターですとか、その辺を掃除する棒がついてるよって、これですね、これで掃除してくださいっていう細い棒が一緒にくっついてます。はい、で、見えるかな、こちらはですね、別サイズのシリコン製のイヤーチップになります。ここに4サイズあります。でデフォで1サイズついてますので、シリコンタイプ、5サイズあることになります。あとですね、1サイズだけなんですけども、ウレタンのものも入ってました。はい、ここは好き好きでいいのかなというふうに思います。あとはですね、フリーシリーズっていうとね、大体このウィングがくっついてるっていうのが定番なんですけども、ここに2サイズありますので、デフォでね1サイズありますので、全部で3サイズあることになりますね。はい、導光物に関しては以上となります。それでは本体の方に行ってみたいと思います。よいしょ。はい、それでは本体見ていきたいと思います。こちらがフリープロ3となります。私はブラックですね。まず外観からいってみましょう。てっぺんにイヤーファンという風にロゴがついております。正面ですね、見てみると LED のインジケーターがここに1つありますね。でぐるっと回って、あ、こちらはですね、背中にタイプ C ぶっ刺すところがあります。そしたらまたぐるっと回って、はい、他は特になしで、
そこの方には中書いてあります大丈夫なので中の方を早速見ていきたいと思います。結構ねサイズよりもちょっと重量感じますね。素材なのかな、プラスチックではないのであんまりチープさを感じない、お値段の割にはねチープさを感じさせない仕上がりになってますね。今までよりいいですね。さすがフラッグシップですね。はい、開けてみます。それオープンと、はい、蓋を開けるとこのようになっております。そしたらまずはイヤホンちゃんは出して、はい、ケース、イヤホン本体出すとこのような形になります。中の方ですけども裏側とかに何か書いてあるっていうのもないですね。なんかやっぱり重みがあってしっかりしてますね。はい、こちらにですねリセットボタンがあります。ここをポチポチすることでペアリングに使用することができますね。内側にあるタイプなんですね。じゃあケースはもうこの辺にしまして、はい、今回私が購入したものは、ブラックカラーなんですけども、イヤーファンっていうロゴの部分がキラッとしてちょっと高級感ありますよね。やっぱりこちらウイングがついてますね。ここの部分ですね、ぐるっと回ってサイズ感としてはまあ小ぶりですよね。やっぱり小型設計になってますよね。また正面戻ってきて、あ、イヤホン本体の重量はねまあ平均的かなっていう感じはしますね。そうしたらイヤピース取ってみましょう。はい、イヤピース取るとこのような形になりますね。うちのフィルターの方ノズルは丸型です。長さ的には大して長くないですね。はい、ずんぐりむっくりもそんなにはしていない感じですね。まあこの中に入るドライバーサイズなんでまあ10ミリ以下でしょうね。はい、はい、ということでフリープロ3の方は見れたんですけども、ここで2を持ってくるか迷ったんですけども、多分皆さんがやっぱり気になっているのはこちらのね、はい、エアプロ3、こちらを一応持ってきました。まあシリーズが違うんでそれが比較になるかって言われたらなかなか私も返事に窮するんですけども、近いもの同士で比べてまあ性能的にも近い部分がほとんどありますし、おそらくどっちを買うか悩まれてる方が多いんじゃないかなというふうに思いまして、あえてエアプロ3の方をお持ちしました。こちらはですね一見のような感じのサイズですね。やっぱりこっちは重いです、ずっしりと。イヤーファンというふうになっておりまして、中がこちらはねスティックタイプになってます。はい、こんな感じですね。全体見るともうこれはもう売れに売れてバカ売れしているねエアプロ3なんで、もう見飽きたっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、今回の比較対象としてはフリプロ2ではなく皆様の悩みにスポッとハマるかと思ってあえてエアプロ3を選ばせていただきました。はい、イヤピース取ってみても、はい、イヤピース取ってみるとこのような感じですね。こちらもノズルが長いっていう感じはしませんね。こちらも、丸型ですね。ということでちょっとまあ比較という割の比較にはならないんですけども、はい、サイズを比べるとこんな感じですね。フラッグシップ機の方がやっぱりあれですね、小ぶりですね。でもドライバーサイズが違うからまあ音もまた違うんでしょう。なので今日の比較対象は AirPro 3とさせていただきます。ツアー品質とかその辺はね AirPro 3とも比較をしてみたいと思います。はい、はい、開封レビューここまでとさせていただきます。続きましてですねフリプロ3の製品概要の方を、見ていきたいと思います。それでは皆さん行きましょう。レッツゴー。はい、開封レビューはここまでとさせていただきます。そうしましたらですねこちらのフリープロ3の製品概要を見ていきたいと思います。それでは皆さん行きましょう。はい、それではイヤーファンフリープロ3、見ていきたいと思います。まず製品概要からいきたいと思います。お値段ですけども、割引クーポンを使用することで、Amazon でですね6638円で
購入することができます。私はクーポンを使って購入しました。はい、それでは製品概要いっていきたいと思います。文字がね小さいので、よかったら、耳と心を少し傾けていただけたら幸いです。ではよろしくお願いします。まずですね、お手軽価格で高品質な次世代ワイヤレスオーディオ製品を目標に開発した新しいフラッグシップモデルという位置づけになっているそうです。以下細かく見ていきたいと思います。厳選した、新素材と大口径7ミリ系ドライバーにより、迫力の低音から自然な中音、伸びやかな高音までバランスよく再現しております。ハイレゾ相当の高音質コーデックアプト X アダプティブに対応し、ハイレゾ音源を対応としております。最新のクアルコムの最新チップ QGC3072 を採用し、高音質かつ低遅延を実現する。最新オーディオソリューションスナップドラゴンサウンドに対応しております。シームレスな没入型オーディオ体験を実現し、ワイヤレスでもハイレゾ級の音質を実現しました。ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能を搭載し、最大で 43dB のノイズをカットということになっております。こちらマルチポイント機能を搭載しております。また専用のアプリイヤーファンオーディオに対応しております。防水性能は IPX5 になっております。左右に各3機の高性能マイクを搭載し、先進の ENC ノイズキャンセリング技術により風切り音や騒音を最大 90% 低減し、クリアな音声で通話が可能です。 Bluetooth はバージョン 5.3ということですので、 LE オーディオに今後対応予定となっております。バッテリー性能はイヤホン単体で最大で、7.5時間、ケース込みだと最大33時間の再生が可能となっております。またワイヤレス充電、急速充電にも対応しております。最後ですね、55ms の、低遅延モードも搭載しております。いろいろな機能をギュッと詰め込んだ1台になっているという感じですね。はい、以上が製品概要となります。はい、簡単に対比表を作ってみました。今回出たのが、フリープロ3ですね。それと前作のフリープロ2、そして今やおそらく多くの人が手元に持っているエアープロ3、この3つを比べてみました。それぞれ見ていきたいと思います。ドライバーサイズがですね、フリープロ3は 7mm、フリープロ2は 6mm の複合型で、エアープロ3は 11mm と一番大きいですね。形状に関しては全てカナル型で、エアープロ3に関してはスティック形状となっております。ノイズキャンセリング機能なんですけども、フリープロ3は、ハイブリッド ANC、フリープロ2は、アクティブ ANC、エアプロ3は、ハイブリッド ANC となっております。対応コーデックなんですけども、フリープロ3は SBC-AAC、アプト X アダプティブ LC3 となっております。これが次世代 Bluetooth コーデックですね。フリープロ2、こちらはですね、SBC-AAC のみとなっております。エアプロ3はですね、SBC-AAC、アプト X アダプティブとなっております。Bluetooth のバージョンですけども、フリープロ3は 5.3、フリープロ2は 5.2 ですね。で、AirPro 3は 5.3 となっております。重量に関してですけども、フリープロ3は、イヤホン、約 10g で、充電ケース込みですと約 41g となっております。フリープロ2は、イヤホンが約 9g、充電ケース込みで約 38g となっております。AirPro 3に関しては、イヤホンが約 10g、充電ケース込みですと約 53g ということで、一番この中では重量があるということになりますね。マルチポイントなんですけども、フリープロ2以外は装備しております。で、防水規格は、3作すべて IPX5 となっております。イヤホン再生可能時間なんですけども、フリープロ3が、7.5 時間。ANC の場合は6時間となります。フリープロ2は、6時間。ANC だと5時間になります。AirPro 3に関しては9時間。で、ANC でも、7時間いけます。はい。充電ケースを含んだ、再生可能時間ということなんですけども、最大でフリープロ3、今作は33時間ですね。フリープロ2は、30時間。
AirPro 3は26時間となっております。こちらも低遅延モードを搭載しております。また、特徴といいますと、ノイキャンが比較的強めの部類に入るんですけども、それぞれフリープロ3および AirPro 3は、最大 43dB の、ノイズ低減。フリープロ2に関しては最大で 40dB のノイズ低減ということになっております。簡単ですけども以上が、対比表という形になります。はい、今のが製品概要となります。それではですね、本日のレビュー項目をお伝えしたいと思います。こちらになります。どうぞ。はい、本日の検証項目ですが以下の5つとなります。1番ノイズキャンセリング機能、2番外音取り込み機能、3番音質、4番通話品質、5番アップ ED ということで、この5つの点に注力してレビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、この5つの点にね注力してレビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということなので早速ね検証の方に入っていきたいと思います。まずは、ノイキャンとアンビエント、外音取り込み機能ですねの性能のチェックから始めたいと思います。それではねちょっとセッティングするのでちょっとお待ちください。はい、ペアリングすることができました。ダップを使ってやっていきたいと思います。さあ装着感はどうなんでしょう。あ、耳の奥まで入って、あーいいねこれ、柔らかいし、あ、このウィンが正義ですね。そしたらですね、ノイキャンと、外音取り込み試していきたいと思います。で、今現在がね、ノーマルモードになっています。これからね、駅の音を流しますので、少し音量大きくなりますけども、その中で試してみたいと思います。じゃあ、ノイズキャンセリングから。中低域をだいぶ切ってくれますね。あ、今電車が通ってるんですけど、そこもカシャン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 っていう高い部分はやっぱり入ってきますね。そしたら外音取り込み、外音取り込みすごい自然ですね。はい、で変わって今静かな状態です。静かな状態で今外音取り込みモードになっているんですけども、うん、あ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 いうえお、あいうえお、ロボットっぽい感じもしないですし、しっかり音も拾いますし、すごく自然です。うん、さすがイヤーファンだなっていう感じですね。そしたら、この静かな状態で今動いてんのが多分パソコンのファンぐらいだと思うんですけども、ノイキャン行ってみますね。はい、あ、めっちゃ静か。あ、だいぶ切ってくれてるけど、うん、やっぱ高い部分はね、しょうがない。これはね、イヤホンに限ったことではないので、高音はね、まだちょっと残りますけども、中低域以下っていうのはほぼカットしてくれてるような、全体で言うと5分の3ぐらいのノイズはカットしてくれてるんじゃないかなって思いますね。うっすらだけど、うっすらホワイトノイズがする。スーみたいな、スーみたいなのが、うん。まあ音楽をかけちゃえば、まあ関係ないですけどね。はい。なので、ノイキャンと、外音取り込みモードの確認はできました。外音取り込みモードは非常に自然で、クリア、声もはっきり聞こえてきます。で、ノイズキャンセリング機能は、今言ったように、全体の5分の3ぐらいのノイズはカットしてくれてるかなっていう感じですね。はい。どうしよう。もう一回最後にやろうかな。はい、今ノーマルモードで。まあノーマルでもいいけど、そしてたらもう一回だけいきますね。まずはノイズキャンセリング、はい、外音取り込み、
ここまでにします。そしたらですね、このまま視聴検証入っていきたいと思います。いつも使ってるね検証曲使っていきたいと思います。 Amazon Music 世界の終わりのドラゴンナイトですね。音源はウルトラ HD です。はい、それじゃあ聞いていきます。はい、あ、低音が多いな。あ、好きだなこれ。解像度も高いね。迫力があるわ。はい、ドラゴンナイトで検証してみました。検証じゃないね、視聴だねこれはね。視聴してみました。非常にね低音がグッと質が上がってる感じがしますね。鳴り方とか響き方とか、うん、それが一番最初にパッて頭の中に耳の中に入ってきたかなっていう感じですね。はい、そしたら私はこのまま、検証の方に、行ってまいります、ページができてねレビューできるようになったらまた戻ってきますのでちょっと行ってきます。それではお待ちください。はい、戻ってくることができました。今回すごいいいですね、この喜びを分かち合いたいそれではねレビューの方させていただきたいと思います。それでは皆さん行きましょう。まず検証結果の1番ですね。項目で言うと1番のノイズキャンセリング機能なんですけども、イヤーファンの AirPro 3とほぼ同等というか、同じレベルのカット力に感じました。中低域以下の特に低域なんですけども、その辺は綺麗にカットしてくれます。電車駅ですねでの低いノイズですとかファンの音ですとか、その辺は一切合切カットしてくれるっていうイメージですね。ホワイトノイズなどもありませんし、不自然な圧迫感ですとか閉塞感っていうものは感じられませんでした。部類としてはですね、ほんの少しだけ強力な立ち位置にいるように感じました。以上がノイズキャンセリング機能となります。続きまして2番外音取り込み機能なんですけども、比較的出来は良い方だと思います。ホワイトノイズが若干あるかなっていう気がしますね。ただ会話はね、問題なく成立するので、まあ旧大点かなっていう感じがします。まあフラッグシップモデルということだったので、もうちょっと自然な感じで外音を取り込めたら良かったのにというふうに思いました。以上が外音取り込み機能となります。はい、検証結果の2番ですね、項目で言いますと3番音質になります。低音低域に重きを置いたチューニングと、なっています。ほぼドンシャリなんですけども、若干ね、シャリの方の量感は控えめな感じがしました。スナップドラゴンサウンド、音景がありまして、解像度はかなり高くですね、あとアプトエクスアダプティブにも対応しましたので、ものすごく見晴らしが良くって臨場感あふれる、パンチの効いた、音色となっております。ボーカルがね手前にこうグッと出てくるんでライブ感が非常に強いですね。ずしっとした低音域で、ボーカルが潰れない中音域、そして抜けがよく刺さらない高音域の3部構成のように感じられました。ジャズですとか、クラシックも気持ちよく聴けるオールラウンダーだなというふうに感じましたね。専用アプリの、イコライザーによって自分好みの音色にね変更できますので、心配は、不要です。パワフルかつダイナミックでありながら長時間使用しても疲れにくいものとなっています。フラッグシップモデルの名に恥じない、完成度の高さと言えると思います。総論としてはここに落ち着くのかなという感じですね。はい、以上が、検証結果の2番の音質でした。検証結果の3番ですね、項目で言うと4番の通話品質になります。録音してきましたので一緒に確認してみましょう。それでは音声どうぞ。ただいまイヤーファンから新しく発売されましたフリープロ3、こちらのマイクの検証をしております。音量音質いかがでしょうか。明瞭に聞こえていますでしょうか。こちらがですね、新作のフラッグシップ機、イヤーファンの、フリープロ3の通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。ただいまですね、イヤーファンから出ております、エアプロ3、こちらのマイクの性能を、検証しております。音量音質いかがですか？明瞭に聞こえていますでしょうか？こちらがですね、イヤーファン、エアプロ3の通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。
はい、これがねイヤーファンフリープロ3の通話品質となります。ぜひね参考にされてみてください。検証結果の4番ですね、項目で言うと5番のアプリになるんですけども、こちらの方早速実演していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではアプリの方実演していきたいと思いますね。はい、今アプリに入ることができました。イヤーファンフリープロ3ということですね。それぞれバッテリー残量が表示されています。で、今現在がノイキャンモード、じゃあ変えますね。外音取り込みモードということでアンビエントサウンドと言いました。次、隣がノーマルモード、ノーマルモードって言いました。バッテリーの寿命を伸ばすための機能ですってなってますね。ノイキャン、アンビエント、ノーマル、この3モードですね。その下ゲームモードありますけど、これは低遅延ですね。私は入れません。あとできること、イコライザーがあります。デフォルトサウンド、イヤーファンクラシックっていうのに今設定されてます。その下にね、プレセットイコライザー、プリじゃなくてプレで。こちら開いてみますと、ロックがあって、ポップがあって、カントリー、R&B、クラシカル、ジャズ、低音ブースト、低音を弱める、高音ブースト、高音を弱めるということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10、プリセットで10個あります。なので、いいものが多分見つかると思います。10個のプリセットがある上で、とりあえず、ロックにしておいて、その時点でカスタムイコライザーが、ありますので、こちらでねバンドを好きなようにこう波形を自分で作れます。自分好みにカスタム、プリセットじゃなくてね、自分でカスタムしたいよとか、あれじゃ満足できないよっていう時はこちらのカスタムイコライザーを使って聞くことができます。あとはですね、あと変なおっさんの偉いおっさん、音楽愛好家さんのチューニング、バランスが良いっていうのと、低音ブーストっていう、この2つがありますね。たまにはこういう、なんだろう、ちょっと面白いのにしてみる。バランスが良い。これで1個。で、イコライザーは終わります。で、次がキーのカスタマイズですね。まず L 側ですね。ワンクリックで音量下げ、ダブルクリックで再生一時停止、トリプルタップで前の曲、長押しすることでモードの切り替えができます。 R 側は、ワンクリックで音量を上げる、ダブルクリックで再生一時停止、トリプルタップで次の曲で、長押しすると音声アシスタントとなっておりますが、音量の上げ下げ、曲の、送り戻しはできるんですけども、再生一時停止、これはあれですね、両方ともワンクリックにした方がいいですね。ダブルクリックワンクリックを切り替えよう。そしたら R のここで再生一時停止にして、ダブルで音量を上げると、はい。で L 側もワンクリックで再生一時停止の、ダブルクリックで音量を下げる、これでいいのかな。うん、いいですね。これでいきましょう、私は。はい、であとは歯車を見てみても、あ、そうそう、ファームウェアのアップデートがありました。で今最新の 0.2.0 になっております。はい、あとはですね、イヤホンを探すっていうのがありますね。ちょっとやってみましょうか。それで、結構大きい音が出てますね。これでイヤホンの位置が探せます。はい、まあそんな感じですね。できることまあそれなりにあって、イコライザーでねいくらでも楽しむことができると思います。どれかしらにねぴったりハマったり、あとは自分でバンドを作ってね、自分だけのイコライザー、作ってみても楽しいかと思います。はい、以上がですね、アプリの操作実演という形になります。以上がですね、検証結果の4番のアプリということになります。ちょっとね、AirPro 3の音と比較したいので、ちょっとだけ聞いてみます。今は、フリープロ3が耳に入ってます。この状態で、イコライザーをデフォにしとこう。
で、ここで音楽聴いてみますね。先ほどと同じ。あ、ちなみにこれは iPhone です。じゃあ聴いていきます。はい。あ、やっぱ定期が。じゃあ今度は AirPro 3を聴いてみますね。じゃあ AirPro 3、同じ曲でやっていきます。あー、低音の重さはこっちで、低音の深さはフリプロ3かな。うん、わかりました。はい。はい、イヤーファンのフリープロ3、まとめ採点やっていきたいと思います。お手頃価格で高品質な次世代ワイヤレスオーディオ製品を目標に開発した新しいフラッグシップモデルというものなんですけども、結果は以下のようになります。ノイズキャンセリング機能は10点中の 8.8 点、外音取り込み機能は10点中の 8.7 点、音質に関しては10点中の9点、通話品質に関しては10点中の 8.7 点、最後アプリに関しては10点中の 8.5 点とさせていただきます。それではですね、まとめの方に行きたいと思います。はい、それではまとめていきたいと思います。本日はですね、イヤーファンから新しく出ましたフラッグシップモデルとなっております、イヤーファンのフリープロ3、こちらを、レビューさせていただきました。まあ、述べたいことはレビューの方でほとんど語れたんですけども、今回のね、フリープロ3の特徴はちょっとやっぱり低域がちょっとモリッとして、僕はね、好きなタイプの低音になってます。すごいね、深みがあるんですよ。圧倒的なね、重低音とかものすごい重厚感とかっていう感じではないんですけど、音の深みですよね。やっぱりこの沈み込むのがしっかり出てきているのが2も合わせて、AirPro 3とも比較して感じたところです。おそらくね、 AirPro 3を買うか FreePro 3を買うか迷ってらっしゃる方が多くいらっしゃると思うんですけども、私のチャンネルにもね、コメントをいただいて、どちらおすすめですかなんて、コメントいただいたんですけども、低域がね、やっぱり一番わかりやすいんで、ご説明させていただくと、音の深み、深さ、低音の深さを求めるならフリプロ3で、ダイナミック、そして重低音で、重厚な感じ、この辺を求めるのであれば AirPro 3がよろしいんじゃないかなと私は思いましたね。あとは個人的な理由ですけども、
ちょっと私はね、スティック型が苦手なもんなんで、やっぱりね、耳にこう、ちゃんと収まる、クイックイってやってね、切る心配もないですし、しっかり入って、そういう面からも、フリープロ3の方が好きだし、音質もフリープロ3の方が好きだなって感じましたね。やっぱり一番最初、パッて一瞬で聞いて分かったのが低音でしたね。うん。音の、なんだろう、まあ、原音忠実ってところの再現性に関しては、こちら、やっぱりね、気合い入れて発売してきた、こちらのフリプロ3の方があるように私には感じられました。なので、自分であれば、2台を視聴できて、で、どうするかって決めるとしたら、多分、今なら、フリープロ3を選ぶと思います。これがね、まだ発売されてない状態であれば、もう一択で完全にエアプロ3を選んでいたと思います。ね、親父イヤーファンの中でも、シリーズが分かれておりますし、あとはね、持ち運びも楽。はい。小型なので、ポッケにね、例えば胸ポッケとかこういうところに入っちゃうわけですから、持ち、ね、歩くにもいいのかなっていう感じはしますけどね。このお値段で、この音質であれば、間違いなくこれは買っていいイヤホンだと思います。先日ね、レビューさせていただいたサウンドピーツの Air 4 Pro。あれと、こちらのフリプロ3比べたら、私はですね、私はやっぱりこちらのフリープロ3の方が好きです。音質がね。うん。マイク性能も良かったですし、外音取り込みもしっかり自然な感じでね、音を取り込んでくれて、もちろん会話も全然成立しますし、ノイキャも結構ね、強めの部類に入って、本当にいいところがギュッとこう詰まったのがこちらになりますね。はい。AirPro 3を別に否定するわけじゃなくて、もし悩まれているのであれば、おそらくね、これ、今安いか、また、もしくは、また安くなりますので、その時の、まあ、値段ね、お財布の事情もあると思うんで、その辺をちょっと待って、冷静になってから、決めても別に全然遅くないと思いますよ。ただね、恒例のごとくね、私なんかも、割引クーポンを使って購入したので、だいぶ安くね、30% オフで買うことができたので、まあ、そういうものに関しては、積極的に使っていっていいんじゃないでしょうかね。節約する、割引を受けるってことは別にね、当たり前の話だし、こっちとしてはですね。うん。どんな人に勧めたいかというと、やっぱまず持ち運びがしやすいっていう方、あとはですね、マルチポイントを使いたいよって方、あとは音質で言うと、やっぱりドンシャリより、もうちょっと丁寧なバランス型、定期がまあ、モリッとした設計にはなっているんですけども、まあ、ドンシャリすぎない、派手すぎない音を好むのであれば、フリープロー3になるかなっていう感じですね。音声スペクトルで波形見てもやっぱり景気がね、しっかり出てましたね。周波数のところがね。やっぱりそこは新しくなって出てきましたね。で、ドライバーサイズもこの2つ違いますし、まあ形状も違いますので、まあ単純な比較は難しいんですけども、私がレビューをさせていただいた限りでは、私は AirPro 3よりも FreePro 3をおすすめします。私好みのいい音に仕上がっていて、さすがフラッグシップモデルだなっていうふうに、ちゃんと納得できました。はい。以上がまとめとなります。本日もね、最後まで動画の方をご視聴してくださいまして、本当にありがとうございます。その情報役に立ったよ、なんと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとですね、高評価をいただけるだけで、私の動画作成もきれいにバキッと上がる。この辺も合わせてよろしくお願いします。はい、いやー、いいですよ。やっぱハイレゾだもんね。もう、やっとね、やっとここまで到達しましたね。非常に私は気に入りました、この動画。2台持っててもいいと思うけどね。まあ、それは余計なことなんですけども。はい。それではですね、私とはまた次の動画でお会いしたいと思います。皆さん、素敵な音楽ライフを送っていきましょう。それではですね、皆さん、ごきげんよう。バイバーイ。